2022年度第3回英検1級の語彙問題の分析と解説。初めて多いね。新聞にめちゃめちゃよく出てる。自分のやった感覚でいつもより簡単で、いつもより簡単だけど初めての正解が多いってことは、さあ始まりました、もちチャンネル。さあ2022年度第3回英検1級の語彙問題の分析と解説やっていきたいと思います。はい、受験された皆様お疲れ様でした。さあ今回もですね、英検の単語を勉強するに最強のアプリデータタンの提供でお送りいたします。今回もですね、出題された単語たちをデータタンに載っているデータタンのデータベースから分析していきたいと思います。はい、今回の25問中データタンに載っていたのは24問ですね。なので新しい問題というのが1問出たという形ですね。まあ、ちなみにその24問のうち1個はデータタン準1級に載っているものだったので、つまりまあ優しい単語だったわけですね。それでは見ていきますね。最初が incoherent、 こう辻褄が合わないみたいですね。 coherent っていうのほら合ってるやつじゃないですか。一貫してるわけですね。 here っていうのがくっつくやつです。一貫してくっついてるっていうのですね。それの逆、なんかショックで事故でしたっけにあっちゃって、もう言ってることが辻褄が合わないみたいになってましたね。今まで2回出題されて2回とも正解ですので 100% ですね。はい、だから絶対押さえておかなきゃいけない単語ですね。市販の単語帳に載っていなくてもデータタンできちんと押さえておきましょう。で次が convoluted ですね。はい、難しい単語だよね。まあ複雑なという意味ですので、はい、コンプレックスの意味になります。2回目の出題で初めての正解になっております。なんか教授の説明がむずいみたいな、そんな感じの内容でしたね。続いて exude、 X でこれは外じゃないですか。だ外に出す、感情をこう出すみたいなイメージで覚えたのをよく覚えてますけど、なんか振りまくみたいな意味で出てたと思いますね。5回今までに出てきて初めての正解だそうです。あ、5回も出てたんだ。へえ。続いて placid、 はい、落ち着いたってですね。これも知ってましたけど、あ、これも5回出題で初めての正解なんですね。初めて多いね。単語検定1級の時かな、覚えたのは。それとも昔から英検ので覚えてたかな。はい、続いてがオーナス、はあ、オーナスね、はいはい、責任とか義務みたいなやつだよね。2回目の出題でこれも初めての正解でした。はい、次は repudiate、 あ、なんかのクレーム、主張があってそれを拒否するみたいなんで出てましたね。4回目の出題で初めての正解選択肢ですね。もう初めての連発じゃない、これかなり初正解多いね。じゃあ今回は苦戦した人多いかもしれないですね。だからいつもより自分のやった感覚ですね。自分のやった感覚でいつもより簡単です。いつもより簡単だけど初めての正解が多いってことは知らなかった人も多かったのかなとちょっと思いますね。続いて backlog、 はいはいはい、これ溜まっちゃうやつだよね。残った仕事とか山積みになっちゃうやつで、でなんだか戻ってきたら E メールが、なんか休みだったかで戻ってきたら E メールが大量にみたいなんだったよね。まあログっていうのがね、まあ今年の2023年のね共通テストにも出ましたけどね、記録のことですからね。まあだから覚えやすいです。で3回目の出題で2回正解になってます。続いて enmity、 はい、憎悪ってやつですね。はい、これ between なんかともよく使われるやつですけど、はい、3回目の出題で3回正解、お 100% じゃん。出やすいんですね。じゃあこれはぜひ押さえといてね。プラスマイナスね、くっつけとくとね覚えやすいですから。 amity が有効なんですよ。 amity、ね、って友達ですけど、あ、今回そういえば出てたね、アミカポが準1級に登場してましたけど、それの逆っていう風に私は勝手に覚えました。次が altruistic っていう、利他的なってやつでしたっけ。 selfish じゃなくて他人のためにやるやつのことね、 altruism、 ね、そっから来てるやつですけど、なんかセレブリティがなんかボランティアワークみたいなのやるのがね、利他的なやつでやってるなんておかしいよみたいな、そういう英文でしたね。こちら4回目の出題で3回正解。うん、なるほど。アルチュリズムはセンター試験でも確か出たことありますよね。続いてユーロジー、はいはいはい、これ有名ですね。何度か見たことありますね。弔辞って言われるやつですね。はい、弔辞がなんか感動的だったみたいなので出てましたね。はい、4回の出題で3回正解のところが多いですね。はい、11番はプルデントですね。賢明なってやつでね、市場が安定してないからアカウントにお金はセーブした方が賢明だよみたいな感じでしたね。慎重とか用心深いみたいなね意味で使われるやつですね。プルデントは5回目の出題で2回正解になってますね。次が inadvertently ですね。はい、これは不意にとかっていうやつでね、あのわざとじゃなくてうっかりやっちゃうやつでね、4回目の出題で3回正解になりますね。これ大学受験でも難関大だと出てきますよ、これ。はい、次が detract、 はい、detract from を取るやつですね。はい、distract じゃなくて detract っていうのでね、こんなことじゃ俺のやったアチーブメントは名声は落ちないぜみたいなね、そういう確か内容でしたね。
6回目の出題で初めて正解ですね。おお。ってことは過去5回出てて1回も正解になってなかったんだね。続いてはConciliate。おお、はいはいはい。なだめるみたいなやつだよね。まあまあまあみたいな。Reconcile とつながるでしょ。Reconcile ってあの調和させるみたいなやつですけど、We がまたあってね。で、それとつなげてやると覚えやすいやつ。で、3回出題されて初めての正解になってますね。で、そして次が Stranded。はい、これはこの時期めっちゃ出るやつですね。もうニュースとか見てたらしょっちゅう出てくるやつですけど、足止めされた。あのだからよく飛行機とかがあの吹雪とかでね飛ばないみたいなんでよく出てくるんですよね。みんなあそこに足止めされちゃっててっていうのでトイックにも出たことがあります。でこれは準一級に収録されてますね。テタタンの一級では初めて登場ってことですね。次がアフィックス。あー、トゥーと相性がいいですね。こうくっつくやつですよ。貼るってやつでアフィックスファームリー2だったかな。なんかちゃんと貼っとくみたいなんで出てた気がしますね。そうそう、くっつくやつですね。だ切字のこともねアフィックスって言いますからね。3回目の出題で初めての正解。で次が inscrutable。はい。不可解だっていうやつですけど、ね、構文が難しかったよ、この文。確か find があって、find 何々 inscrutable なんだけど、find 何々の目的語、お腹の部分がすごい長くて、構造を理解するのが大変だったと思いますね。3回目の出題で2回正解。そう、だから普通はね、パッと意味が分かれば解けるみたいなやつだったんですけど、構文分かんないと解けない問題だったんで、ああ、ちょっと珍しいって思いました。次はフィート。あ、まあ、これはできなきゃいけません。偉業とかね、アチーブメントの意味ですけど、これできてほしいですね。4回目の出題で3回正解。次、フィデリティ。あ、もうこれもできなきゃダメですね。忠誠っていうやつで。これも大学受験の難関題で出てくるやつですね。はい、3回目の出題で初めて正解。初めてなんだ、これでも。で、次がカーヴェーン。あー、なんか大きい、何、ホラー穴みたいなやつでしたっけ。はい。なんかいろいろ探索するみたいな文脈で出てたと思いますね。2回目の出題で初めての正解。で、続いてが、バーニッシュ。あの、ニス塗るってやつですね。初めてなんだ、これ。へぇ、いや、日常生活聞いたし、あと、トイックでも出たことある気がするんですよね。駅一級では初登場だそうです。さあここから熟語です。1個目が Reel Off。 あのインスタのリールとかってね最近あると思うんですけど、こういう回るやつなんですけど、名前を言うっていうやつでしょ。スラスラと名前を言うみたいな感じの文脈で、名前呼ぶのになんか10分ぐらいかかったみたいな文脈でしたね。なんか生徒がたくさんいてみたいなんでしたね。4回目の出題で初めて正解でした。あ、これ4回出てたんだ。じゃあこれは知っておいた方が良かったですね。出た単位ってちゃんと。次 Dot On。 はい、また難しいやつ。あ、溺愛するってやつね。4回目の出題で2回正解でした。次が mull over。 はい、これは知っててほしいかな。 mull っていうのは新聞にめちゃめちゃよく出てる、はい、あの熟考する、よく考えるってやつですね。consider より短いじゃないですか。だから新聞の見出しによく使われますね。4回目の出題で3回正解になっちゃう。これ正解になりやすいね。続いて whip up。 はいはいはい、なんか早くやることね。ウィップほら無知じゃないですか。で、だから今回手早く作るっていうので料理する文脈で出てましたね。5回の出題で3回正解ということで、いやー、やっぱこれきちんとデタタンやっておくといいですよね。で、なんだってデタタンはこのね不正解だった選択肢もアップデートでどん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 アプリに加わっていきますから、ぜひともダウンロードしてお役立てください。はい、それでは実際にデタタンの問題をやってみましょう。今回は動詞 B いってみましょうか。Denounce は非難。Infringe 侵害。Blemish 気付け。Baffle は遠く。Corroborate あ、トフルでも使えるこれ。Detract は Reverberate とか。Delude は Repatriate Preclude は除外。Revamp は Void の方。Clench Disdain 気絶。Extrapolate はい、合ってますね。よかった。結構難しいのもあったけど、denounce ほら、pronounce とかね、つなげて覚えたな。うん、buffle とかね、この当枠系はね、いっぱいあるんでね、perplex とかね、一緒に覚えておくといいですね。corroborate はね、裏付けるは、これは TOEFL のライティングで非常に使えますよ。プロフェッサーがこういう風にして補強してる、裏付けてるみたいなんで言ったりしますね。これやっぱりね、すごいところですね。このマル秘ボタンを押せば、
ほら、いつ何回出題されてるかっていうのはね、見ることができるんですよ。すごいよね、このデータ。さらには、辞書ボタンを押すことによって、はい、物書き堂の辞書で見たりとか、Google イメージ、画像検索ですね。とか、語源とかの検索ができたりするわけですね。まあ僕は物書き堂入ってるんで、こうやって、mend とか、improve と同じような意味だよとかっていうのが見れますね、これ辞書でね。はい。他にも文中でね、どういう風に使われるのか、辞書以外にも、Uglish とか使えば、はい、オバマはね、revamp our education system なんて言ってますから、こういうコロケーションなんかを見ることもできますし。ということで、はい、英検1級対策にはやはりデータターンをね、やっておくことが大事だっていうのが分かってもらえたと思いますので、ぜひとも概要欄からデータターンをダウンロードしてやってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 受験された皆さん、お疲れ様でした。